はい、ということで、本日紹介させていただく四字熟語なんですけども、会う、そして物、定める、離れると書いた、これ、会者定理と読みます。仏教用語ですね、日本のことわざということで、これは日本がまあ発祥の、まあ、一応四字熟語ということになりますね。ということで、会者定理、まあ一度は聞いたことがあるんじゃないかなと思いますけども、まあ今では結構知らない方っていうのは結構多いんじゃないかなと思います。三つの辞書見ていきましょう。一つ一つ見ていきます。三小同士名家四字熟語辞典。この世であったもの、にはですね、必ず別れが来る、運命にあるということ。この世は人生は無常であることの例えと書かれていますね。この定めるという、この定という字は必ずという意味があるということで、まあ、ここをね、付け忘れないようにということで、まあ、必ず別れが来るというこの意味があるということですね。類義語はですね、生者必滅という言葉がありますね。で、こちら、遺教行というですね、こちらの、まあ、書物に一部書かれているということで、まあ、これ仏教の、書物なんですけども、この遺教行に、この会者定理というものが、まあ、一応書かれているということですね。学研の四字熟語辞典で見ていきます。この世で出会ったものは必ず別れになるという、なる運命にあるということ。この世の無常を説いた言葉というふうにこう書かれています。そして、小学館の代理戦。こちら、仏教用語のね、こう書かれていまして、会うものは必ず離れる運命にあるということ。人生の無常というこう書かれています。まあ、やはり、どの三つの辞書を見ても必ずという言葉が入っていまして、これは定めるという意味ね。字には必ずという意味があるので、ここの必ずという言葉がないとこれは限定になってしまいますね。はい。ということでね、会者定理。まあ結構ね、まあ仏教用語ではありますけども、会うということはね、必ず別れが来るということで、これはよくある、まあことですよね。まあこれはね、春のことですよね。まあ4月に新たに会うんですけども、3月にこう別れる時期が来るということで、まあこれが1年のサイクルですよね。で、まあこの春にまあぴったりな言葉というのもちょっとあるかもしれませんけども、この春の入学そして卒業、この時期というものはまあ会者定理にまあ近いということですよね。で、まあ人がね、また生まれたり、まあ、亡くなっていくその姿そのものも、まあ、会者定理ということもまたこう当てはまるんじゃないかなと思います。ということで、本日紹介させていただいた四字熟語は会者定理でございました。ということで、また次回の動画四字熟語紹介シリーズでお会いしましょう。それでは最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。ということでね、皆さんもぜひ会者定理、皆さん使ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。